私も本当前の前の車に来たのが最後だもんな。マックスで来た時が最後だもんな。久しぶりだよ。あーサンクーシュワー乗ったー。さあ乗ったらね、まあまずはねトイレに行きたいんですよね。ということでね、まあ、お昼のね、混んでくる時間になる前にね、先にちょっとご飯をいただいてきましたけどね、ちょっと何しようかなと思うんですけど、島うどんってね、ここの名物のありますんでね、食べてきました、ポテト感じでね。いや、美味しかった、美味しかった。いやで、こっちが、上の方にあるとね、650円でね、磯辺揚げとかまで交代してね。で、うどん自体はね、お肉も、この自動製品になってるんだし、コスとかね、で、ここが山頂の展望台ってことで、おー、方角的には、こっちが日の出の方角か。ね、よく、ですから、初日の出の時はね、昼夜営業になってね、夜中も登れるようになっとったりするはずですけど、これは、三木本と、ああ、こっちは、加古でさ、鴨山の竹芝家として、この日を建てたらしい。この前、賢島へ行った時にも火がありましたもんね。こっちだとあれか、こっちもあれだけど、こっちが志摩半島の方の奥の方になってくるのかな。今から行くのはこっちの方面の方になってくるはずですけど、こっちは山だけど、向こうの方だとあれかな。あ、スロープになってるんだ。ありがたいですね。ここか、展望台か。で、あ、でもちょっと雲が。前に見えるのがどこでかと落ちてしまわないんや。あ、こんな感じでここに入湯路を入れたら足湯ができますよって感じなんやね。おお、やっぱ敷居ね。はい、こう島か。これ横だったり、ね、定期船とかも走ってるはずやし、あっちの方も一回行ってみたいんですよね。一応東志島ゆかりになるところですからね。ここが向こう側まで見えるんよな。ここら辺も展望台になってるよね。足湯はちょっと入ってみたかったけど、満員御礼でしたね。で、こっちに回ってきたらこっち側、こっち、まあ、山頂ですからね。どっちに入っても展望台があるっていうのが面白いですね。よいしょ。こんな感じか。これで位置的にはこっちが四日市の方面かな。ちょっと今日はコンビナートの煙突とかは見えないですけどね。そっか。こうして見てみると伊勢平野も広いですね。ゆーってずーっと
で、こっちの方に行くと千田半島とかの、あ、渥美半島とかの先っぽの方に見えんよな、さすがに。あ、いや、しかし、まあまあ高いところですね。すごいな。で、こっちが鳥羽の方面かな。とりあえずこっちの方面に置いていく感じだと思いますよ。こうして見てみると養殖場もでかいですよね。おー、ずっと寄りました。これも全部のりかな。これはアプヤ貝はもっと南の方やと思うよね。へー、でこっちは売店になっておってね、うん、お土産物なんかも買えますよってわけですね。で今日はバイクが多いね。まあ絶好のバイク日和ですよね。よいしょ。で、ハンモックとかいろいろあるんですね。散歩道なんかもあるみたいですけど、うん、まあ、こんな感じでね、よければ御嶽山とか南アルプスの方まで見えるらしいですけど、富士山も200キロ先で見えるときは見えるみたいですけどね、さすがに今日は無理だね。うん、ちょっと雲が多いもんな、さすがに。この、こっちの方、この辺りにあるらしいですけど、全然わからんね。うん。よし。じゃあ。ちなみに山頂で、標高、500メートルか。へぇー。ってぐらいらしいですね。さてと、ではね、ダウンヒルに入ってきますけどね。まだ何してね、スカイラインも終わってません。まだ1個目が完了してるわけじゃないですしね。まだこっからいっぱい、行かないといけないところがありますからね。もう11時半なんでね、さっと行かないといけません。そう、次のところに向けてのね、位置だけ確認しとかないとな。こっからだと次どこ行ったらいいのかな。鳥羽に出るだろ。で、そっからずーっと南下ってって、まず島スペイン村かな。うん。まあ中見る時間絶対これなさそうなんで、多分また前を通るだけになりそうですけどね。まあどれぐらいなのかね。おい、伊勢観光がね、あんだけ戻ってきたんでね。さあ、島スペイン村はどんな感じになってるのか気になるところですね。そっちの方面に向かって、あの辺りをね、いろいろと回らないといけませんから。何してね、これ車でもまあまあ大変なところですからね。さあ、向かっていきましょう。くるくる回るタイプになっとってね。で、よいしょと一気にちょっと下って本線に合流してきますよと。この奥には奥の井っていうのがあるらしいですけどね。なんか重要文化財かなんかになってるんですかね。っていうことで、まあ、一応ここも駐車場らしいですけど、まあ、わざわざここに止めてわーっと歩くのは、ね、大変なんでね、あっちの方がいいと思います。さあ